私の名前は永江梨花。普段は声優としていろんなお仕事に挑戦しつつ、たくさんある夢を実現させるために日々奮闘中。そして今日は昔からの夢が叶う記念日。その夢とは、自分の冠番組がスタートすること。ツイッターでもいっぱい告知したし、みんな見てくれるといいな。うち、さて今回から始まりました新番組、お願いリカチマル。はい、この番組は、私永江梨花が魔法使いに扮して番組に届いたお悩みや相談、お助け依頼をとっておきの魔法で解決しちゃうというキラキラマジックバラエティーとなっております。いやー、もうね、このスティックがあれば何でも解決できちゃうと思うので、皆さんご期待あれ。はい、というわけで、今回は番組初回ということで、この番組のスタッフさんの依頼を、私の魔法で解決しちゃおうかと思います。ということで、お悩みの溝口さん、どうぞ。お願いします。お願いします。番組 AD の溝口と申します。お願いします。よろしくお願いします。というわけで、今回溝口さんはどんなお悩みを抱えてここにいらっしゃったんですか？それがですね、ちょっと気になる女性が今ありまして。皆さん、恋愛絡みですよ。そうか、あ、なっちゃった。この、恋のキューピッドリカチマルに任せてください。お願いします。もうテンションマックスです。お相手はどのような方なんですか？そうですね、まあ、なかなか言いづらいんですけど、はい、同じ会社のスタッフで今ちょっと一目惚れみたいな感じになっちゃってて、ちょっとそうです、もし可能であればそのリカチマルさんの魔法で、ご自分の努力では。ちょっとそうですね、どこがモテる条件とかっていうのがわからないので、あ、まあ、そこはちょっと魔法でちょちょいってやってもらえればなみたいな。なるほど、そうですね、その方が手っ取り早いですもんね。あ、わかりました。ちなみに、いつ告白する予定なんですか？まあ、今日、この機会があったんで、今日できればなとは思ってます。今日この告白のために今日は来てくださったんですね。まあ、そうですね。そうですね、はい、気合入ってるということで、でもまずはですね、溝口さんの本人にも磨きをかけないといけませんので、魔法の前にですね、私が恋愛レッスンをするので、それをしっかりと学んでから告白に挑みましょう。わかりました。はい、お願いします。はい、というわけでよろしくお願いします。まずはやっぱり見た目からです。というわけで、はい、はい、レッスン1、身だしなみチェック。今の溝口さんの服装はですね、これで告白するつもりですか？まあそうですね、今日はこれで来てるので。全然ダメです。ちなみにどの辺がダメなんですかね？ちょっと傷ついちゃいました。まあ、いつもこの格好なんで。そうですよね、お仕事しやすい格好ですもんね。でも今回は告白するので、ちょっと特別に私がこのスティックで魔法をかけて、溝口さんに合った服装をプレゼントします。じゃあ魔法かけますね。お願いします。じゃあかっこいいポーズでお願いします。かっこいいポーズ、かっこいいポーズでお願いします。リカチマルマル、リカチマル。お、すごい変身したじゃないですか。これは、すみません、ありがとうございます。ポーズもすごい、さっきより決まってましたよ。やっぱ自信がついて、あ、前に、ね、気持ちがいった時代季節にぴったりな服装ですね。やらんでくれたんですね。私は魔法は
まあ、呪文は分かるんですけど、どういう風に変貌するかまではちょっと把握できないんですよ。これ誰決めてるの？でもですね、まだまだです。え？はい、まだあるんです。続いてレッスン2、モテ男の誘い方。はい、告白する場所にお誘いするのも大事なテクニックなんですよね。なので、溝口さんはですね、事前にお誘いの文章を考えてきてもらいました。持ってきました。はい、はい、それをちょっと添削したいと思います。作ったんですけど、はい、見てもらっていいですか。はい、もちろんです。こんな感じでして、はい、お疲れ様。昨日は過酷な現場だったけど、谷川さんがサポートしてくれたおかげでなんとか乗り切れたよ。仕事も一段落したし、これからどっかでお茶しない？昨日の俺に俺がおごるからさ、かっこあら。今会社近くの公園にいるんだけど、仕事落ち着いたら来れたりする？という分、全然ダメです。まず長すぎる。だって谷川さん、はい、多分忙しいかもしれないですよ今。なのでもっと分かりやすく、お疲れ様、今から公園に来いでいいんです。そんな、あ、男らしいみたいな。そうです、男らしさを見せるべきなんです。でもちょっとあれです、長ったらしいところはまたおいおい使うとして、今はちょっと強引に谷川さんを引っ張って、はい、こっち来いと、はあ、こっち来いと、はい、引き寄せましょう。分かりました、はい、よし、送り直しましょう。もう一回考えてください。わかりました。そのかっこいい、かっこいい、男らしい、はい、男らしい、頑張りたいと思います。はい、短い文で、はい、早く、打てました。あ、打てました。はい、打てました。じゃあもう送ってください。そう、さっき言った文章そのままみたいな感じなんですけど。あ、大丈夫です。じゃあ送っちゃいます。はい、わかりました。はい、じゃあ最後に私から溝口さんに魔法をかけたいと思います。溝口さんの告白が成功しますように。リカチマルマル、リカチマル。はい、これで大丈夫です。頑張ってください。頑張ります。あの方、あ、お疲れ様です。あ、すみません、来てもらっちゃった。ちょっとあれなんで、座ってみましょう。立ちもあれなんで。あ、ベンチに座った。ちょっと今日まあ、おしゃれもしてからやってとこかな。自分の中でいろいろ言いたいことがあって、もしあれなんですけど、もしよかったら僕と付き合ってもらえればなと思ってまして。私の名前は闇地丸。お前の中にある純粋な心は私がいただいた。え？なんでよ。新番組も始まって調子に乗っていた君が鼻についてね。別に乗ってないよ。とか早く私の純粋な心返してよ。ただで返すわけにはいかない。ちょっとは私を楽しませてくれないか。え？楽しませるって、どうしたら楽しんでくれるの？そうだな、私が出すミッションをクリアできたら考えてもいいかな。ミッション？楽しそう。何でもやりたい。気合いだけはあるみたいな。でも君程度じゃ面白いことなんてできないだろうし、ちょっと変わったミッションでも用意してあげようかね。超失礼。これでもね、声優界ではね、なんか存在
在が漁夫だねってよく言われるんだよ。それは褒められていないと思う。いや、頑張ることだな。ミッションをクリアできたら約束通り純粋な心を君に返す。ただし期間は1年間のみ。それを過ぎてしまうと君の元には二度と戻ってこないから気をつけてね。期限まであんの？もう絶対クリアしてもう取り返してみせるから。あとあんまり取り戻すのに時間がかかると、私の悪のパワー、君の心はどんどん汚れていくから。なんか汚れってなんか聞いたことある設定だな。あ、まあいいや、一刻も早く取り戻さないといけないってことだね。せいぜい早く取り戻せるよう頑張って。それじゃ早速最初のミッションを発表する。はい、よし、かかってこい。最初のミッションは、制限時間以内にパーティー料理を作れ。え、パーティー超大好き。余裕そうだな。そんなにパーティーが好きか。ただしその料理に使っていいのは私が準備した食材のみだ。完成した料理の味は私の仲間がするから、いいリアクションを取れるような素敵な料理を作ってくれよ。うん、分かった。料理は得意だから任せて。大した自信だな。あと料理するのにぴったりな服装も用意しておいたから、それに着替えていざクッキングだ。衣装まで準備してくれたの？意外と優しいじゃん、ありがとう。いつまでその余裕が持つか楽しみだな。着替えは隣の部屋に置いてあるから、5分後にキッチン集合だ。早っ、急がなきゃ。お、戻ってる。あ、そうだ、早く着替えなきゃ。こうして私、長江梨花の純粋な心を取り戻す冒険が幕を開けた。なんじゃこりゃ。いろいろとっちらかってますけどチャイナですね、これ。じゃーん、結構タイトめ、結構セクシーなんですけど、本日、今日の主役は私ということで掲げさせていただきました。で、ご覧ください、ファッションにもこだわりがあるみたいです、ヤミチマル。恐竜が生まれてます。すごい、ヤミチマル楽しんでますね。はい、私も楽しいです。では早速やっていきましょう。これからミッション、制限時間以内にパーティー料理を作れに挑戦していきます。食材はヤミチマルが用意してくれたらしいので、早速見てみましょう。はい、またじゃーん、すごいいっぱいある。いいんですか、こんなに。あとこの葉っぱなんだろう、これ。わかんない。なんだろうこれ。で、あとこれが気になりますね。ね、これなんかすごい高級っぽそうな布だからちょっと楽しみです。開けますよ。開けていいんですね。いきます、じゃーん。落ちたし、なんか落ちたし。真ん中、なにこれ、今使わなきゃいけないんですか。ち
です。